ゴミは見つけたか？これ以上無関係な人間を巻き込むのやめなさい。こんなことを続けても大輝くんは戻らない。この子のことをご存知ですよね？私の息子が心臓をあげたレシピエントです。あの子のことを調べてたんです。取り憑かれたみたいに。大輝くんと会うようになって息子の心臓を奪ったことは許せなくなったんじゃねえのか？運が悪かったんだ。このガキは主演女優賞を取った直後スキャンダル女優に転落。あなたは兄と交際していたんですよね？私が殺したとでもおっしゃりたいの？自分の子供を焼き殺したの？お前は母親だろ。逃げよう。俺と鈴木は連続殺人犯でコレクターの可能性が高い。ビンゴだ。あなたの中で平山陽介のことはまだ終わってないんじゃないですか？大川さん、中国残留孤児だったんです。オルゴール型の爆弾ってことはやっぱり無差別テロ。あの人がやったんですね。彼を止めたいと思っています。これ以上捜査を続けるのはどうかという事件があるんですが、石川がどうしても納得しなくて。こんなこと掘り返す意味なんてないでしょ。兄貴が死んだ、お前のせいだ。冤罪だった可能性があります。どうしちまったんだよあの人は。やめ、やるべきことをやる。あんたと仕事ができて楽しかった。いろいろありがとう。バカ野郎。恥をさらしても罪を犯した人間を取り逃がすわけにはいきません。あなたが抱えていることを話して、じゃないと悪夢は消えない。信じてください。連続ドラマ W コールドケース3、真実の扉、毎週土曜夜10時。